ポール・ウィリアム・アンダーソンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。北欧系で、名のポルは、英語名のポールとは異なる。性は、アンダーソンと表記することもある。ファンタジーや歴史小説もいくつか書いている。9号賞を7度、ネビューラ賞を3度など、様々な賞を受賞している。多作かつ、ズれのない作家と言われる。ハード SF の書き手として知られ、 相対論的効果を正面から扱ったタウゼルは評判となった。他にはタイムパトロールものの古典、タイムパトロールなども有名。作品の一部は惑星間協調機関シリーズという独自の未来史を形成していた。リアリティを高めるため常に五感のうちの三つ以上に言及するという独自の手法を持っていた。1926年11月25日、 ペンシルベニア州ブリストルで生まれる。誕生後間もなく一家はテキサス州に引っ越し10年以上を過ごした。父が亡くなると未亡人となった母は子供たちを連れてデンマークに帰国した。アメリカに戻ったのは第二次世界大戦勃発後でミネソタ州の農場に落ち着いた。ミネソタ大学で物理学を専攻し1948年に卒業。しかし、 物理学者になろうとはしなかった。というのも、大学在学中の1947年、アスタウンディング氏に発表した、明日の子供たちで作家デビューしていたためである。大学卒業後は、フリーランスのライターとして働き始めた。長編第一作、ノーハウは1951年に出版された。1953年、カレン・クルーゼと結婚し、 サンフランシスコのベイエリアに引っ越した。1954年に生まれた一人娘は、後に SF 作家、グレッグベアと結婚した。後に、バークレーにほど近いカリフォルニア州オリンダに家を建て、亡くなるまで、そこで過ごすことになった。1960年代には、ヒロイックファンタジー作家のグループソーズメンソーシャーズ、ギルド・オブ・アメリカの一員として、ファンタジー小説も書き、 リン・カーターのアンソロジー・フラッシン・ソーズに掲載されている。1966年、中世ヨーロッパの文化を研究、再現する団体ソサイティ・フォー・クリエイティブ・アナクロニズムの創設に関わった。1972年、アメリカ SF ・ファンタジー作家協会の第6代会長を務めた。ロバート・エイハインラインの1985年の小説、ウロボロス・サークルの展示にある、 ポールは、ポール・アンダースンのことである。ガンのため1ヶ月間入院した後、2001年7月31日に死去。以上の他に、日本語訳が、未完の作品が多少ある。フィリップ・ケーディックの水雲計画には、ポール・アンダースンが主要キャラクターとして登場している。ありがとうございます。